クロマグスは、アメリカ合衆国ニューヨークのハードコアパンク、クロスオーバースラッシュバンド。1980年代初頭に、ニューヨーク出身のハーレー・フラナガンを中心として、結成される。CBGB におけるライブ活動を通じて、ニューヨークハードコアシーンで人気を獲得すると、1986年に、The Age of Quarrelでデビュー。モーターヘッドやメガデスと、アメリカ国内をツアーする。メンバーチェンジを経て発表された1989年のベストウィッシーズでは、スラッシュメタルに接近した、クロスオーバースラッシュのサウンドを展開した。1993年の4作目、Near Death Experienceを発表後に活動を休止するが、2000年に復活し、アルバム、Revengeを発表。その後、メンバー間の不和により再び活動が滞ったが、2003年には、クロマグス NYC 名義で、初来日。2012年現在もライブ活動を行っている。中心メンバーのハーレー・フラナガンとジョン・ジョセフは、ブラジリアン柔術の愛好家であり、公式ホームページには、ヘンゾ・グレーシー、ハイアン・グレーシー、ホドリゴ・グレーシーらと撮った写真が掲載されている。また、ジョン・ジョセフは、バッドブレインズのローディーを務めていたことがあり、30年来のビーガンである。デビュー前後からメンバーは流動的であり、脱退と加入を繰り返しているメンバーも多い。クロマグス NYC ジャパンツアー2003。ありがとうございます。